広いね。ねえ、テーブルここじゃない？ここから始まるんだね。キッチンもあるし、うん、あ、キッチン使いやすそう。どう？新しい生活か。これって外せるんですか？あ、楽しみだね。楽しみ。え、これ移動できるってことですか？なんかすごい久しぶりな気がする。うん、あれから子供が生まれて。開けるね。ただいま。3人の生活が始まったんだ。ありがとう。勝ったね。楽しい日々はあっという間に過ぎていった。行ってきます。行ってらっしゃい。今日はできるだけ早く帰ってくるね。じゃあね。パパ今日遅いみたいだね。いつからだろう。まだちょっと今日わかんない。夫の帰りが当たり前のように遅くなってきたのは。行ってきます。うん。夫が忙しいのは理解してるつもりだった。なんで鍵ないの？なのになんでこんなにイライラしちゃうんだろう。ただいま。おかえり。ゆかは？ごめんね、今日もパパ仕事で遅くなっちゃったね。ねえ、今寝たとこなんだけど。ああ、いや、ほら、お土産。お土産買ってる暇はあるんだ。え？ああ、いや、ほら、今日打ち合わせが一個なくなってさ。私もう寝るね。行ってきます。最近の私なんか、ねえ、明日休み？ああ、休みだったらさ、私ちょっと。はい、もしもし。はい、お疲れ様です。ああ、今ですか？ああ、大丈夫です。はい。ああ、メールの件ですね。はい。はい、すいません、お疲れ様です。もういい加減にして。あ、ごめん。僕は今まで何を見てきたのだろう。妻のこと、娘のこと、ただ私はね、娘の小さな成長の一つ一つをあなたと一緒に感じたかったから。たくさん気がつかないでいたんだね。
ごめん。優子の大変さに気がつかなくて。いつもありがとう。何食べたい？何でもいいの？何がいいかな？